ルービックキューブはですね、もう結構ゆっくり回しても大丈夫なんですよ。大事なことは先を読みながら回す、先の手順、次これ回そうというのを見ながら回すというのがすごい大事になってくるんですよね。早く、僕もまだ1年ちょっと今やってるんですけど、勝手にガーッと回しちゃうと早く回せるんですけど、結果的に止まって手が止まるから意味がないんですよね。なんでやっぱりその先をどんどん15秒、13秒、10秒、9秒、8秒っていくにはですね、やっぱり先を見ながら回すっていうのがすごい大事で、かつそれを早く回す、その OLPL の手順とかをいかに早く回す、そのフィンガートリックとかをいかにちゃんといかんところでも数的をできるっていう風にしていくのが大事だと思うんですよね。まあ、まだ10秒全然消えないですけど、来年にはちょっと1回ぐらい聞きたいなと思って頑張ります。